どうもあのご紹介ありがとうございました。東京大学農学生命科学研究科の中西でございます。私どもはその。事故以来、ずっとあの研究を続けてまいりましたが、その全体の取り組みについて、最初に少しだけご紹介させていただこうと思っております。 でここに写っておりますのは、私どもが抱えております農学部にございます付属施設の写真でございます。でこの付属施設の先生方も皆さん取り込んで、あのどういうふうに取り組んでるかということでございますが、組織を少し簡単にご説明いたします。 私どもはその農学生命科学研究科はいろいろな付属施設を持っております、まあ、ここに一部が書いてございますけれども、この付属施設の方、それからこの弥生主に弥生キャンパスにその研究室を持っておられる、持っております。 専攻ですけれども各専攻と施設の先生方皆さんあの一緒になりまして、まあ、いくつかの,そのグループに分かれて研究を進めてきております。で発端ははと言いますすか、最初はですね、 あの農学部長が先ほどあの開会の辞を話していただきました長澤先生が何かこう私たちにできることをです、ね、研究計画を出すようにということで皆さん方がこの私たちがこういうことはできるということを出しましたそうしましたら大体450人の方が私たちはこういうことができるということを書いてくださいましてその方たちをいくつかに分けて1つはその放射能関係 もう一つは放射能関係以外でもです、ね、物理的に壊れたところも中心にしましたの研究開発についても私たちはあのプロジェクトを進めておりますで、まあ、あの作物とか家畜とか土壌とか魚介類、まあ、放射能測定からあの農学部というのは非常にあの扱っている範囲が広くございます いろいろ分かれましていろんなプロジェクトを今進めている最中でございます。で今回は5回目の 報告会でででででございままますすす。が、が今今の4回、まあ、今回もも、そうですけども動画で見ることができますホームページに用紙も載っておりますのでこれは第1回目第2回目でございますけれども例えばその毎回福島からあの人を呼んであの共同研究をさせていただいている方は来ていただいておりますが稲の話土壌の話畜産業魚介類果樹の話、まあ、鳥きのこ等ですねそれから3回目4回目は そのエネルギー作物それから稲の品種換算のこととかですね家、まあ、事の話、まあ、いろんな分野について話してきておりますであの毎回毎回少しずつです、ね、分野を区切ってあの何人かの先生方に私たちが得られてきました得ることができました研究報告を

動物それから魚とかですね、まあ、あの森林の生態系とかですね、まあ、いろんな先生がおられますけどもこれくらいの,のプロジェクトが永遠毎日進んでいるところでございますで場所はどういうところかと申しますと,、えーとですね、これは前お見せした時よりも少しあの増,や増やしましたというのは 付属施設以外でも共同研究をさせていただいているところが何か所かございまして、まあ、黄色で書いているところでございますけれども、まあ、あの次に話される佐藤先生は福島市の,あの果樹研究所であの果樹のことをされてますがそれ以外にも飯舘村それから南相馬とか。 あのカ川村とか、まあいろんなところであのと一緒に研究をさせていただいております。であのまあ原発事故近くでの研究でどんなところがあるかということで伊達市はですね。まあ稲の話とあと環境動態、まあ生態系も含むということを。あの研究として進めておりますし、飯舘村は村からの要請で。の学部長と村長さんとはですね、覚書を交わしております。でまあ土壌中のセシウムの。 影響それからイノシシの話ことも調べております。それから南相馬市から豚をあの持ってきてあの子孫を3代4代にわたって子孫を作ってチェックをしたり、まあ、白河村の羊とか鮫川村福島市郡山市まあいろんなところであと野生動物を調べる方はどこの市だってことは特定できませんけれどもあの現場近くでもこういう付属施設以外で あの、こういうことを研究を進めている最中でございます。で、あの、いくつかの写真をですね。あの、ご紹介させていただこうと思っております。で、最初伊達市でございますけれども、伊達市ではですね。あの、先ほどの一覧表にございましたように。その。あの、水田とまこ、あ、これはあの水田の場合の写真でございますが、あの今日あの午後休みの後ですね。あの話される休憩の後、話される根本先生を中心に。 水田に、あのーまあ、今年植えた場合に汚染米ができるかどうかということですで。もしできればそれを防ぎたいということも念頭に置いて。あのー 稲を育ってます。これが植えたばっかりで、まあ少し大きくなってこれがまあ実ってきたところですけど、それぞれの生育段階に応じまして、サンプリングをして、それをあの全部農学部のここのあの弥生のキャンパスに持ってきてまして、持ってきて放射能測定をしております。これがまあ、あのイメージングで放射能がどこにあるかって分布図を取るような実験もしておりますこれはあの川の水をですね。汲んできて。あの？ 測ったりもしております下はですね土壌、まあ、水田に限らず畑の土もですね何百と取ってきてあのこ全部持ち帰ってサンプリングの瓶に詰めてでこちらで測ってる測ってきておりますがこれはですねやっぱり同じ伊達市なんですけれどもあの森林を含めた生態系ですね環境を あの環境でもってどんなふうにそのセシウムが循環するか、まあ、あの山から川に溶け出すのかそれからそれがあの水田にどんなふうにいくかっていうことも含めてですねあとそれからあの小動物それからあの小さな生き物すべて含めてどんなふうにその放射能が循環しているかっていうことで、まあ、あの若手の先生中心にこれはですねあの10ぐらいの大学の,あの先生を 束ねてっ研究プロジェクトとなっております。からこれはですねあのこの後あとすぐお話になられます佐藤先生あの福島の果樹研究所の佐藤先生ここに写っておられますけれども私どもは桃を中心にですね福島市にある果樹研究所それから割と近くなんですけども伊達市の桃を中心に これは小さな桃の実でしてこれ葉っぱを採取したところでございますけれどもあの現地でこんな研究を進めてきております。それからあとその飯舘村はその飯舘村のほからの妖精もございましてこれはあのイノシシですがイノシシゲを捕まえてまあこれは害獣といいますかあの害を及ぼす 動物でではあるのすけどこれを殺、ねまああのー、処分をするということでその場合にその内臓とかです、ね、血液も含めて肉類を全部詰めてでこちら持ち帰ってそれで農学部で測定をしております。 まあ、この結果も、あの、いずれお話しできると思います。これは、住んでいるところでございます。それから、あと、あの、だんだん学生の方にもですね、いろいろ知っていただくことが重要だということで。の、研究開発だけでなくて、教育にも、あの、少しずつ力を入れてって。来ているところでございます。で、これは、ここはですね。あの、現地で学生さんを連れてって。で、私共が、あの、展開しております。プロジェクトの中で。今、どう住んでいるかっていうのを、知っていただく。 というようなことをしております。これはあの溝口先生、今日あの後でお話しされる溝口先生ですが、皆さんにあの講義をしていただいたり。フィールドで、まあ、どういうことが起こっていることを、か、あの、知っていただくということです。で、実はあの農学部の教育プログラムの中に、あのアグリコクンというものがございます。アグリっていうのは農業で、コクンは、まあ、あのさなぎっていますか。まあ、農学のあの教育ですけど、その中に。 あのフォーラムグループとして放射線教育部門というのをあの作らせていただきでそこであのそのプログラムの一環として学生さんを現地に連れてきてでこうだということをその知っていただくという活動もしております。で実はそれ以外にも食の安全センターであのシンポジウムとか講義とかでもあの参加させていただいております。で あのまあ、あの写真はあまりその講演される方はお見せ,い,お見せいただくことはないかもしれませんので、あえて集めてあのご紹介した次第でございますけれどもあの、学部長がおっしゃいましたように、これからも継続的にあの調査研究を続けていきたいと思っております、でもちろんその教育も含めてあの、こういう活動を続けていこうと思っておりますので、ご支援、ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げます。うん、ありがとうございました。